つも時短で見れる投資メディアをご覧いただきありがとうございます。2023年9月27日の株式ニュースをお届けしてまいります。本日の相場概況、東証業種別株価指数、ストップ高銘柄の材料、ストップ安銘柄の材料、値上がり率上位株の好材料、株主優待情報、明日の経済スケジュールの順でお伝えいたします。日経平均は反発し、前日比 56.85 円高の 32,371.9 円でクローズしました。26日の米国市場では、ミネアポリス連銀総裁と JP モルガンの CEO の発言により、金利高への警戒感が強まり、ダウ平均は388ドル安、ナスダック総合指数は 1.56% 下落となりました。それを受けて日経平均は下落スタートとなりましたが、為替の円安と堅調なアジア市況及び時間外取引の米株価指数先物が支援材料となり、下げ幅を縮めました。午後には配当再投資を見込んだ買い戻しが入り、プラス圏に浮上しました。東証プライム市場における売買高は15億8606万株、売買代金は3兆9250億円でした。セクターでは医薬品、その他金融、不動産が上昇率上位に並び、一方で海運、電気、ガス、鉄鋼が下落率上位に並びました。値上がり銘柄は全体の 72%、値下がり銘柄は 26% でした。本日のダウ平均は、終値は 33,618.88 ポイントとなりました。これは、前日終値から 388.00 ポイント、1.14% の下落となります。本日のナスダック総合指数は、終値は 13,063.60 ポイントとなりました。これは前日終わり値から 207.71 ポイント、 1.57% の下落となります。本日の日経平均は終わり値は 32,371.90 ポイントとなりました。これは前日終わり値から 56.85 ポイント、 0.18% の上昇となります。本日のトピックスは終わり値は 2,379.53 ポイントとなりました。これは前日終わり値から 7.59 ポイント、 0.32% の上昇となります。本日の上海総合は終わり値は 3107.316 ポイントとなりました。これは前日終わり値から 5.04 ポイント、 0.16% の上昇となります。現在のドル円は 149.06 円です。これは前日から 0.01 円、 0.01% の下落となります。東京証券取引所の各業種株価指数は、大半の業種が上昇する中、医薬品、その他金融業、不動産業の3つが上昇のリーダーとなりました。医薬品はプラス 62.33 ポイント、1.72% 上昇し、その他金融業もプラス 12.07 ポイント、1.32% 上昇しました。また、不動産業もプラス 18.27 ポイント、1.07% の上昇となりました。続いて、石油、石炭、情報、通信業、繊維製品の各業種が、それぞれプラス 10.92 ポイント、プラス 0.77%、プラス 41.31 ポイント、プラス 0.77%、プラス 5.08 ポイント、プラス 0.75% など、小幅ながらも確実な上昇を見せました。輸送用機器や電気機器、建設業も上昇を遂げており、市場全体の活況を示しました。一方、非鉄金属、小売業、銀行業、サービス業、陸運業、ゴム製品、倉庫、運輸、証券、商品、機械などいくつかの業種が若干の下落を見せました。特に、その他製品、鉄鋼、電気、ガス、海運業が上位4業種で下落し、それぞれマイナス 23.61 ポイント、マイナス 0.56%、マイナス 5.05 ポイント、マイナス 0.62%、マイナス 6.53 ポイント、マイナス 1.31%、マイナス 26.05 ポイント、マイナス 1.68% となりました。今後も市場全体の動向を見守ってまいります。2023年9月27日のストップ高銘柄を紹介します。岡村食品工業はサーモン養殖と水産品の加工販売をしている会社です。急騰した理由は新規上場したからです。現在の株価は3065円で、前回からパーセントの上昇となりました。
また、出来高は590万3500株でした。光、彩りは、貴金属アクセサリー製造、販売、ジュエリーパーツ事業、ジュエリー事業をしている会社です。急騰した理由は、一株を二株に株式分割すると発表したからです。現在の株価は6860円で、前回から 17.06% の上昇となりました。また、出来高は4万200株でした。2023年9月27日の好材料銘柄を紹介します。日本オラクルはデータベース管理ソフトとクラウドサービスの提供をしている会社です。本日の材料は6から8月期に2桁の増益を達成しました。現在の株価は1万1220円で前回から 11.42% の上昇となりました。また、出来高は76万9900株でした。ブシロードはエンターテイメントコンテンツの開発と提供をしている会社です。本日の材料は自社株を最大180万株買い取ると発表しました。現在の株価は563円で前回から 10.39% の上昇となりました。また、出来高は436万7500株でした。成果産業は、各種プラント、機械装置、機器類、環境保全設備、電子情報システム機器類の販売及び輸出入をしている会社です。本日の材料は、上半期収益予想を上方修正しました。現在の株価は2298円で、前回から 7.79% の上昇となりました。また、出来高は21万8500株でした。サイボーズは、グループウェアの開発、販売、運用、チームワーク強化メソッドの開発、販売、提供をしている会社です。本日の材料は、8月月次の増収基調継続を発表しました。現在の株価は2055円で、前回から 6.26% の上昇となりました。また、出来高は83万1500株でした。モノアイテクノロジーは、メタバースサービス、イベントサービスをしている会社です。本日の材料は、ロボアプリケーションズを完全子会社化しました。現在の株価は723円で、前回から 5.7% の上昇となりました。また、出来高は20万6500株でした。法政は、受託システム開発、IT 人材派遣サービス、越境 EC プラットフォームサービス、AI ビッグデータ関連技術開発、印刷技術、プロダクトソフトウェア販売、中国語フォントライセンス販売、印刷コンサルティングサービスをしている会社です。本日の材料は、勤怠管理システム、タイムテックの日本販売権を獲得しました。現在の株価は522円で、前回から 5.67% の上昇となりました。また、出来高は88万6600株でした。テクノスジャパンは、企業向け経営、業務システムにおけるデラックス推進事業をしている会社です。本日の材料は、優勝売却による特別利益の計上と、今期最終利益予想の大幅増額を発表しました。現在の株価は735円で、前回から 4.4% の上昇となりました。また、出来高は44万3900株でした。NJS は、上下水道及び関連する公共事業におけるコンサルティングサービスを提供する多国籍企業をしている会社です。本日の材料は、固定資産の売却益を計上すると発表しました。現在の株価は3045円で、前回から 2.46% の上昇となりました。また、出来高は1万8700株でした。ヒューマンメタボロームテクノロジーズは、体内代謝物解析とバイオマーカー検出をしている会社です。本日の材料は、特殊なアミノ酸の新たな解析手法を開発しました。現在の株価は729円で、前回から 2.39% の上昇となりました。また、出来高は2万7900株でした。ザ・ホワイ・ハウ・ドゥ・カンパニーは IoT ソリューションとゲーム開発、エンタメ事業の運営をしている会社です。本日の材料は、子会社設立し、運送事業を開始しました。現在の株価は87円で、前回から 2.35% の上昇となりました。また、出来高は212万5900株でした。福島印刷は、データプリントと事務通信用帳票の印刷をしている会社です。本日の材料は、業績予想を下方修正しました。
現在の株価は447円で、前回から 2.05% の上昇となりました。また、出来高は1万200株でした。2023年9月27日の株主優待情報を紹介します。システム情報は MBO の成立を条件に株主優待制度を廃止するとの変更を発表しました。明日の経済スケジュールに注目が集まります。特に国内では週刊対外及び対内証券売買契約等の状況が午前8時50分に、8月の近畿出荷額が午後1時に発表されます。また、ゴルフの日本女子オープンが始まり、2年国債の入札が行われます。海外ではユーロ圏の9月の消費者信頼感の確保値と景況感指数が午後6時、ドイツの9月の消費者物価指数が午後9時、米国の第2四半期 GDP の確保値と週間新規失業保険申請件数が午後9時半、8月の仮契約住宅販売指数が午後11時に発表されます。さらに29日午前5時には、パウエル米連邦準備理事会 FRB 議長の討議参加やメキシコ中銀の政策金利発表、米国7年国債の入札が予定されています。これらの結果次第では、市場の動向にも影響が出る可能性があります。2023年9月27日の株式ニュースをお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。